輪島市では被害が大きかった地区に今も多くの犬や猫が取り残されていて、ボランティアによる保護活動が行われています。あちらに飼い主がいなくなった犬が取り残されていますこれから保護活動が行われます。輪島市では飼い主が避難したなどの理由で取り残されたペットを救うため、動物レスキューによる保護が行われています。 瓦礫が,が残る家に捕獲器を設置したり、目撃情報を集めるなどしておよそ一ヶ月にわたり地道な活動を続けていますお人をちゃんと合わせてあげたいという気持ちから諦めない気持ちを応援して協力するのが私たちの役割と思ってるのでこちらの団体は神奈川県に避難している家族などからこれまでに五十件近くの依頼を受けていて そのうち15頭以上の犬や猫を保護しています。